にちは、お久しぶりです。今日はこのロールシールの収納をちょっと何度か試してるんですけど、これっていうのにまだたどり着いてないので、今日はねこのロールシールの収納をね作っていこうかなと思ってるんですけど、まだ頭の中にできてるだけで形にしてみてないので、試作も作ってない状態なので、もしかしたらボツになるかもしれない、もしかしたらまあこれで結構ね納得できるものができるかなどうかなっていうところなのでね、なんですが、ちょっとねやっていこうかなって思っています。でちょっとね今日は作成する前にちょっと購入品の紹介をさせていただきたいなと思ってます。でよくねハサミどこのですかっていうご質問いただくんですけど、こちらこれをちょっとね今回買い替えようかなと思って、これです、木用のサクサ、こちらを使っています。で私これを購入したのは、キャンドゥと黒曜のコラボの時にこれ買って、これに2種類あって、刃がこの 3D なんとかっていう風になっているものと、まあ普通にステーンと平らになっているものとね、2種類あって、私はどちらもまあ好きには好きなんですけど、まあちょっとこっちの方がいいかなと、3D タイプの方がいいかなって思っていて、これをね、ああ、やっぱこれだわ。でこれ今回ツタヤで買ってきたんですよ。たまたまツタヤにペンを見に行ったら売ってて、あーって思って買い替えようと思って買い替えたっていう感じなんですけど、キャンドゥコラボの場合はこれがなかったです。このケース、ハサミに刺すタイプのこれカバーみたいなのね売ってなかったです。ただ多分コラボじゃない商品の方が、まあ、若干お値段は高かったんですよね。私がキャンドゥコラボで買った時は300円だったのかな、なったんですけど、今回これ買った時は、ね、いくらだったかな、なんかで、ね、ちょっと600円ぐらいだったかな、ちょっとお値段上がってたんですよね、多分このケース分かなって思いながら、まあ私はこのケース使わないんですけど、こちらです。で多分これは Amazon とかでもねどこでも購入できるかなって思います。私はまあ今回ちょっとねツタヤで買ってきました。とこれはこれでね Amazon で勘違いをして買いました。 Amazon で買い替えようって思って、この前インスタライブやってる時にピンクあるよって教えてもらったので、ピンク欲しいって思って、ピンクって思って買ったんですよ。黒曜じゃなかったっていう、黒曜じゃなくて違うとこのだったって、これなんですけど、なんかね多分ね違うとこの違うものをね、しかもね2本セットで買っちゃったんですよ。2本でなんか売ってたんで2本で買ったんですけど、なのでねもう1本は梱包の解く時用にと思って1本使ってるんですけど、やっぱね重い、この開きが重いっていうんですかね、私やっぱねこっちの黒曜のこれの方が、なんだろう、手に馴染むっていうのと、あとねここが大きめなんですよ。少し多分気持ちだと思うんですけど、そんなにね変わらんか、変わらない気がするんだけど、なんかね私はねここの方がね、ここが持ちやすいんですよ。確かにこっちにもね、もうここにもこう書いてある感じ、柔らかワイドとか、まあちょっと力が入りやすいみたいな、確かに私はねこっちの方がすごくね使いやすいんです。こっちはこっちで、ね、サイズ的にそんなに変わんないかなって思うんだけど、あと多分ここの開きがまあちょっと硬いかなって思ったりするのがあったりで、私はもうねこれを使ってからずっとこれです。買い替えてもこれです。でちなみにこれはもうですね3本ぐらい買い替えてます。買い替えてる理由は、手入れはそれなりにちゃんとしてるつもりなんですけど、ここベタベタしてきたらハンドクリームで掃除してとか、まあある程度したらアルミホイルとかでサクサク切ってちょっと研ぐみたいな風にはしてるんですけど、まあでもだんだんやっぱね消耗品で使ってるとあれしてくるので、そろそろかなっていうので今回はね買い替えましたという感じです。でもまだ全然切れないわけじゃないので、これはこれでなんかベタベタするものとかを切ってくる時とかなんかに使おうかなって思っているので、今はハサミがいっぱいですという感じで、これは買い間違えました。とそんなこんなで、でそんな感じでちょっと今日はこのねロールシェールのね収納をちょっとね早速ねやっていこうと思ってます。で
なんかね、私このなんつうんだろう、こうやってワゴンとかに引っ掛けてとかもあれなんだけど、パッキングの作業とか梱包作業の時にペッペペペペペペペ取りたいんですよって思って、今回使っていこうかなと思っているものは紙ストローです。紙ストローといつものね、こちらの段ボールを使って作っていこうかなって思っています。ね、ダイソーさんのやつです。とこの紙ストローは、このハロウィンっぽいものはダイソーだったかな、まで買って、違うわ、これがセリア、ここがダイソーで、このピンクとこのオーロラっぽいの、これはねアリエグかなで買いました。で今日はロールシールなので、どうしようかな、オーロラにしようかな、これにしよう、ちょっと一応ね可愛くしたいのでね。なのでこの長さの分だけって思うと、まあ4本ぐらいが限界ですかね。このサイズで作っていこうと思います。たまたま出した4本がたまたまちょうど良かったって感じなんですが、でちょっと強度もつけたいので、いつもダンボールシート1枚で十分強度があるかなと思っているんですが、今回はこれをね2枚合わせて使っていこうかなって思います。で噂によると、このダイソーさんで販売されてるこのダンボールシートの厚みがね薄くなっていっているっていう風に聞いて、確かに薄くなってる気がするえ、なんか前より確かに薄い気がする。ちょっとね、ちょっと待ってください、前回まだ前の、まあねちょっと持ってないので比べようがないんですけど、まあちょっとね薄く感じるので、ちょっとこれを2枚ずつね重ねて作っていこうかなと思います。なので今日何枚使うかな、全部もしかしたら6枚全部使うかも、使わないかも、ちょっと何枚使うかはちょっとわからないですが、やっていきます。まずはどうしようかな、のストローが20センチの幅なので、まあまず20センチに切っていきます。横幅はまず20に切って、次にこのロールシールを入れる部分になるので、5センチ、6センチぐらい取っておこうかな。一応こう自分の手持ちのねロールシールと相談しながらやってもらうのがいいかなと思うんですけど、今ね6センチでやっておこうと思います。でまずこれがね底面のねパーツになります。なのでまずここのねこの幅です、ここの両サイドを同じように6センチで、高さも6センチでいいかなって思っています。で切っていこうと思います。では同じように、ね、切っていきます。はい、では20×6センチの段ボールの板を6枚切りました。なので6枚あります。でそのうちの3枚に両面テープを貼りました。でこれを両面テープと糊を使って2枚1組にして、ちょっと厚みをね足していこうかなと思います。で両面テープを剥がし、糊を塗り、こんな感じで全体的にねこう持って合わせてあげるとずれないかなと思うので、こんな感じで2枚合わせにしてちょっと厚みを出してしっかりさせていきます。これをね3枚とも繰り返してやっていきます。はい、ではこういう感じで3枚ね貼れたので、次はと上に来る面ですね、上になる面2つに対してこういう風につけていこうと思うので、この上の部分ですね、ここに段ボール感が丸見えなので、これをなくすためにマスキングテープを、ね、貼っていこうと思います。今回はこの黒のチェック、これをね使っていこうかなと思います。こう上から見た時にね、柄が段ボール感が見えないようになっていれば大丈夫です。とも同じようにこういう感じで貼りました。で貼ったら、次にこのサイドの面をね作っていこうと思うんですけど、サイドは
抜くよりも少し高くしたいので10センチくらいで作っていこうかな。サイドはねちょっと高くしたいので10センチで作っていきます。先にサイドの分の先にねサイドの分の段ボールを切っていきます。なので6センチかける10センチを4枚取っていきます。次はこんな感じで6かける10センチを4枚取っていきます。はい、こんな感じでまずねパーツが完成しました。この両サイドを立てる部分ですね、ここの部分はちょっと重なるとこまでだけマステを貼りました。なので組み立てたねイメージはこういう形になっていきます。こういう風にするのでこのね重なる部分までだけでマステをねつけています。なんでこの下の部分にはねつけてないです。ここでこうちょっと貼り合わせていくのでいいかなと思って貼ってません。では貼り合わせる前に先に内側の方ですねにペーパーを貼っていこうと思います。ね、内側だけなので箱作りはなんかねなんだかんだであのズボラの作り方が一番やりやすいなと思ってでこういう感じで貼っていきます。側に貼る。で、いらないとこを切る。こういう感じですね。これで全部ね他のものもこんな感じで同じように貼って切っていきます。はい、こんな感じで全部にペーパーが貼れました。こういう風になってきますね。なのでこの側面になる部分です。この横になる方を先に穴を開けていこうかなと思います。先に穴を開けるというか後でペーパーを貼ってからねまた開けなきゃいけないんですけど先に位置を定めといた方が楽かなと思うので上から2センチで一旦線を引いてここが6なので3センチのところでまた線を引いておきます。でここがね中心になるので中心の部分に対して一番ちょっとね大きめの穴にしとこうと思うんですけどやば入らん入らない予想外だ入らないので他のものを持ってきました。他のパンチをこっちで入ったこうねとりあえず入るようなパンチを探して何でもいいので穴をまず開けます。で多分絶対ストローの太さの方が太いので一旦穴だけ開いていれば大丈夫かなと思います。とりあえず両方に穴だけは開けときました。ここが、ストローの通る位置になる予定の場所です。では次に組み立てていきます。という感じで、マスキングテープの貼ってある方を上にしてこう貼っていきます。なので、ここですねここにボンドをつけていきます。仮止めをしておきます。と思うと多分先にもうテープを貼ってからやった方がいいかな。こんな感じでまずね側面がつけれたので次にこれをここにこういう風にぴったりはめていく感じでくっつけていきます。なのでこのコの字部分ですねここのコの字の部分にボンドを貼ってこれをシュッと入れて貼り付けてテープでちょっと補強して仮止めをしていきます。ぴったりとねはまります。
感じで仮止めをして、次反対側もね同じようにくっつけていきます。こんな感じで割と大体のあれができました。でここをもうちょっとね補強するためにきつめにテープをギュッと貼っておきます。ギュッと引っ張って貼った方がいいかなと思います。ここは後々ペーパーでね隠れるのでベタベタ貼っても大丈夫です。でこうちょっと引っ張りながら、ね、貼っていくとしっかりとギュッとなるのでおすすめです。ではこういう感じでちょっと補強でベタ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 貼ったので、この上に次はペーパーを貼っていきます。こうやって、まあ、好きな感じでねペーパーを貼っていきます。横から縦から貼っていこうかな。縦を貼ってサイドを巻いていこうかなと思います。こうやって表面テープを貼ったのでこれを貼っていきます。で反対側も同じように貼っていきます。貼ったらまたここの穴の部分ですね、ここに先ほどと同じようにパンチで穴を開けて穴をね貫通させておきます。次にサイドを貼っていきたいんですけど、サイドを貼るときにこのままペッと貼ってしまうとここがちょっと可愛くなくなって、ここがねあまり可愛くなくなってしまうので、サイドをこういう感じでモコモコにカットしました。そしたらここにこう貼った時にここのつなぎ目がねモコモコに、ね、なれば可愛いかなと思ってちょっとモコモコにしました。モコモコにして横に貼ってみた感じがこういう感じになります。なのでちょっと両サイドねモコモコで貼っていこうかなと思います。このねサイドの部分両面テープを貼ってからはい、こんな感じでね両面テープを貼った後にカットをした方が綺麗に貼れるのでおすすめです。であとは側面にまたペーパーを同じようなサイズで貼っていきます。これでもいいかな。ちょっとね端っこになっているペーパーを貼っていこうと思います。はい、ではこんな感じで外面も外側ですねペーパーが貼れました。貼れたのであとはここにストローを通していきたいので少しね穴を大きくします。あった穴を大きくしたいんですけど、これじゃあ大きいか。どうしようかな。何かちょっとね、だんだん太くなりそうなもので、ぐり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 やりたいんですけど、ちょっとね、ある程度の太さのもので、こうちょっとぐりぐりとやっていきたい。あ、ちょっとこれぐらいかな。こう、なんて言うんだろう。ストローよりはちょっと細いんだけど、みたいなもので、こう、広げる感じ穴をで
若干きついかなぐらいの方がねいいかなと思うんだね。でよし、ここですね。こういう感じで通れば OK です。なので反対側もグリグリやって広げていきます。次にもうここでテープもこうしてつけといちゃいます。でテープをつけてこのストローをで、てストローをちょっと押してこっちに入れます。あやちょっと重いからかな、あんまりにも重すぎるとストローがたわむ可能性があるので、こうね、もしかしたらねストローじゃなくて割り箸とかにした方がいいかなっていうのと、ここのね長さをちょっと間違えましたね。もうちょっと短くしておくべきだった。これストローの長さ20に対して幅を20にしちゃったので、この幅がもうちょっと短ければ多分ねこの作りでも問題ないと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。ストローが弱いような気がするので、とりあえずの代用で割り箸を持ってきました。で割り箸をストローの中に刺してしまえば、こうやってちょっと硬くなるかなって思うので、もうただただギュッと差し込みました、割り箸を。でちょっと割り箸の方が長かったので気持ちね伸びてくれました。なのでこの割り箸に期待して刺す。よし、いった、OK。これで立てると、ああどう、ちょっと割り箸で補強したらだいぶ良くなりましたね。で、ぴったりで、もうね。え、どう？これでこうくる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 って取っていく。こんな感じでロールシールの収納が完成かな。まあ、ちょっとなんかここにこう、もう一本こういう風にあると、なんていうんですか、回転しないというか、こうしたちょっとした支えがあるとこういう風に取れるようにもなるかなって思うので、もしここにこういうものが必要だったら、余った先ほどの段ボールちょっとこれにもうちょっとね改良したいなって思うので、ちょっとね切れ端の段ボールをで、もう一手間だけちょっとやっていきます。3センチぐらいでカットします。はい、ではね3センチ ×20 センチに段ボールを1枚だけです。1枚の段ボールをカットして、先ほど同様に縁にマスキングテープを貼りました。なのでここにねまずペーパーを貼ります。貼ったらここに貼り付けていきます。なのでペーパーを貼るとこまでやっていきます。こんな感じで先ほどの3センチ ×3 センチの段ボールにペーパーをね両面に貼りました。そしてこの隅には3ミリぐらいですねの両面テープを貼りました。もし3ミリの両面テープがない場合は、ちょっと太めの両面テープを裂いて、裂くというかカットして貼っていただけたらと思います。なのでこれをここに
いう感じで貼っていきます。これ紙のあれが出る程度の長さでこうしておきたいので、少しねこの部分がそんなに幅がないぐらいで貼っていきます。感覚的には多分ね5ミリ空いてるかなぐらいの幅ですの場所でこう貼ってあげるとロールがね回転しないかな、こうくる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 、あ、取った後のシールを剥がした後のねこのロールが回転せずにちゃんと前にこう出てくるようになるので、これいいんじゃない？こう梱包とかペペ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 貼んなきゃいけない時とか、こういちいちロールをどっかに、ね、置いたりとか巻いたりとかしなくても転がっていかないし、欲しいものも欲しい分ん転がっていかないし、まあ、取りやすくなったんじゃないかなって思うのと、ね、ここがなんていうんですか、抜き出しタイプというかこう、ね、抜いたり刺したりするタイプなのでロールがなくなってもまた交換ができて貼りやすくて作りやすいかなって思うので、結構これ今回ね満足してます。いや、これでだいぶ楽になるんじゃないかな。片手でこう貼って剥がして貼ってっていうのもねできるので、どうですか、いいんじゃないですかって思います。これはいい。ただ長さがどうしてもストローで作る場合はストローの長さになってしまうので、もしかしたらね100均とかで売っている棒売ってるじゃないですか、工作用の。なのでこのその棒を使えばねもっと長くしたりとか短く好きな長さでねできるかなと思うのと、ストロー1本ではどうしても強度が足りないので、ちょっと割り箸をこう折って1本刺してもらった方がしっかりとした強度になるのでいいかなと思います。でもしこの割り箸のこういう片面がね気になる場合は、まあ、ちょっとしたこういうプラパーツとかをこうやって貼っといてあげると、どちらかね、まあ、見えないようになるかなと思うので、そういう風にしてもねいいかなと思います。なので今回は私はせっかくなのでね自分で作った今回のこのくまちゃんのプラパーツを貼っとこうかなと思います。でこれもそんなに強度のしっかりしていないこういうクッションテープだったりとか、ちょっと剥がせようと思えば剥がせるような素材で貼っておくと、両側につけても外したい時に外すみたいな形にできれば、いつでもね付け外しができて、これはそれでいいかなと思うんですけど、こういう可愛くないですか、こういう感じでちょっとプラパーツとかつけてあげると可愛いかも。今回ねプラパーツクマちゃんとかウサちゃんとか、あと手芸系のねこういうパーツとかをね作ってみたので、よかったらまだまだ販売させていただいているので、ミーネだったり、ね、ベースピンコイでも販売する予定なので、よかったらまた見てください。これ結構いいかも。そうですね、最近ラッピングとかの時にロールシールとかね結構使うから、それはね楽じゃんずっと作りたいって思っていて、なかなかちょっと作る時間を取れなくて作っていずにここまで来ちゃったんですが、結構ね簡単に作れるので、気になったらよかったら作ってみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。